解いちゃうよ。きた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 。ごすんくぎ。わーい。すごい。ちょっとドキドキして。あなた、私の邪魔したいわけ？五寸釘舐めてるとこごめん。あたしは安藤リンゴ。学校の上空に現れた不思議に満ちた空間の歪み的なものについて知っていたら教えてほしいんだ。それは知らない方がいいわ。はい。占いにそう結果が出てきたわ。そう、運命には逆らえない。それより、私と勝負したいのなら覚悟しなさい。行きがかり上、理不尽な展開に巻き込まれてみたいと思います。で、気配がするわ。
商店街の方を行ってみるよ。みんなありがとう。探すよ探すよ探す SAGASU 探すって歌ってる場合じゃなかった。とりあえず商店街に来たのはいいけど、赤ぷよ帽子の女子そんな簡単にすぐ見つかるかな。ひょっとしてズバリアミキ？そんなようなそうでもないようなな、なんて歯切れの悪い。そもそもここはどこかな。私は誰だっけ。え、記憶喪失？ありがちパターン。ぷよぷよ勝負したらはっきりするかもしれないな。オッケー、それは分かりやすい解決方法だよ。レッツぷよ勝負。私の夢は人前ではとても言いづらい。
人前では言えないなんて、どんな夢なんだろう。気になるな。もしかしてあんな夢やこんな夢だったりして。あれ、なんか向こうで悲鳴が聞こえたよね。行ってみよう。おじゃー、全部解いちゃうよ。わー、どうしたの佐々木マン。僕のお家がや、あの骸骨三人組が突然。それはものすごく大変なことだよ。え、骸骨三人組？アミティ知ってるの？知らない、多分見たことない。だからちょっと見てみたい。なんなんだ。あちゃおーちゃー、それはもう分かったよ。なに、我々の登場を邪魔するとは許せぬ。プラッシャーブじゃ。おい、来た、どんどん。レッツプヨ勝負。Yeah.
登場、退散じゃ。骸骨すごいね。うひょー、みんなありがとう。サンキュー。なんなんだろうね、あの連中。でもリンゴちゃんの家の方に行ったっぽいよ。本当？よし、今すぐ追いかけてみるよ。佐々木マグロくん、またね。